き漱石マドンナ大好き松山幸せ未来塾。今朝方届いた一通の手紙。いい椿の日、四季記念博物館で待つ夏いい月、あ塾長。追伸、椿で一句？塾長からの意味深な手紙を受け取った私。1月28日はいい椿の日。この日開催されたのはいい椿の日の記念セレモニー。西暦596年にあの聖徳太子さんが松山道後にお越しになったと。この道後温泉の上には椿の花が生い茂っておりまして、その様子が碑文に残されております。そういったことから昭和47年に松山市の花が椿に制定をされました。私は皆さんと一緒に花を咲かせていきたいです。1月28日をいい椿の日とします。今回1月28日いい椿の日を制定しようと思われたのはどうしてだったんでしょうか。はい、あの松山にはですね、アーバンデザインセンターというところがありまして、ここは大学と市民の皆さんとそして行政が一緒になってまちづくりをしようっていうところがあるんですが、ここの学生さんが椿に関するイベントをやりたいですっていう提案をいただいて、で実際やってみたら市民の方、観光客の方で大変人気になったんですよ。でそういったことから椿の日っていうのを作ったらどうでしょうかっていう要望をいただいて、はい、で、まあ、今回できたっていう形になりますね。あ、塾長。商品を手にするためには俳句を作らないといけない。これが句会ライブというやつでございます。椿をテーマに開催された句会ライブ、盛り上がってます。目が真剣ですね。いよいよ塾長が気になった作品の発表です。椿明石のにわか俳人見て笑う。椿明石のにわか俳人見て笑う。なんでこんなこと思ったの？さっき鑑賞の時間に皆さんがわらわらと椿に集まっている情景を見て、おうおう、なんとなく椿から見たら滑稽だろうなと思って。こちらでは椿の香りを楽しむイベントが。私もハンドクリーム作りにチャレンジ。完成です。しっとりします。どうですか？香りの方はどうですか？あ、いい香り。また松山市では椿フェスティバル2018と題して、椿が見頃を迎える3月31日まで市内各地で椿に関する催しを行っています。500種以上の椿が咲く松山総合公園椿園など様々なイベントを開催しています。ぜひお越しください。塾長、いい椿の日ということで椿の一句考えてきました。期待していいの？はい。回廊で眺める湯煙、椿かな。どうでしょうか？普通。普通。赤ペンないの？赤ペン。アスカの湯です。それぐらいはわかるよ。